8日の午前中に撮影しました。神庭の滝は落差110メートルで豪快に流れ落ちていて、離れて見ても近くで見ても楽しめます。周辺にはさまざまな種類の木々があり、初夏の新緑や秋の紅葉、そして冬の雪景色と季節ごとに美しい風景が広がります。撮影した8日は岡山県北部では強い冬型の気圧配置の影響で雲が広がり、雪の降るところもありました。この日の最低気温は昼前上長田でマイナス8度、久瀬でマイナス 6.6 度を記録する厳しい寒さとなりました。流れ落ちる水のそばには大きなつららが伸びていたり、木々に降り積もった雪が時折舞い散ったりして、冬ならではの神庭の滝となりました。神庭の滝自然公園の中を流れ、旭川につながる神庭川は、流れの緩やかなところでは表面が凍りついていました。その神庭川には、草吹き屋根から雨の雫が落ちるように流れる玉だれの滝もあり、見どころの一つです。季節の映像をお届けしました。